さあ、コーラス！光景のように広がるアクション。ゴーラスグリーン。コーマス翔平。NWES ブルー。カレーの隠し味は、僕から出るマイナスイオン。ゴーラスイエロー。しましょうか。この番組は、悪の組織の幹部である我々5人が人々を虜にし、世界征服を目指す一大スペクタクル番組です。はい、ということで今回もガボン組で、ガボン組でお届けいたします。ガボンです。コンゴの隣あたりにね、あります。調べとけ。近くにキンシャサとかあったよね。嘘。あります。キンシャサニーストライクっていう技を使うプロレスラーが日本人でいます。はい、ということで指令です。ゴーラス5への指令。先日ホワイトとピンクにミッションゴーゴーを発展させる新たな登場キャラクターの考案を行ってもらった。しかしゴーラスタッフがさらなるアイデアを求めている。3人とも新キャラクターを考えるのだ。では成果を期待するとのことです。なるほど。まあもう一度ホワイトとピンクがやっているのに我々がやるということは何も使えるものがなかったということです。そういうことか、ね、また尻拭いじゃないか。尻拭い会です、今回は。ということで、しっかりと我々は魅力的で本当に使えそうなキャラ設定を考えていこうということで、まあ未章後に出てくる同じ悪の組織内の人間キャラクターですね。ハム、はい、ハム、そして2人から3人出てくるらしいので、ヘム、おう、うん、ヘム、まあそういったまあ1人でもいいのでね、どんなキャラクターを追加したいかを考える。そして、準幹部という立場らしいです。あ、幹部ではないんだ。我々ゴーラス5の方が階級が上で、まあそこに対してこう、ね、どんな思いを抱いているかとかも我々が考えつつ、やっていこうというところで、我々が決めているのは特徴、性格、そして5人との関係性ということで、まあ、などなど、まあ、例えばゴーラス5以外の色だったりとか、そういうところですかね。いいだろう。別にイラストじゃなくてもいいね。過剰書きな感じ。もちろん設定だけで。はい、OK。なるほど。ということで、これらを踏まえてそれぞれが思い描く理想のキャラを考案していきましょう。よっしゃ。ジレタイガー、ライドンタイガー、ゴラス。さあ、はい、それではスケッチブックがお手元に行き渡ったと思いますので、はい、早速書いていきましょう。はい。もう完成したらバシバシと。あ、いいんですか。はい。案を出してください。そうか、特に一人目できました。あ、お、早い。ではイエローお願いします。はい、まず名前がコンタクト。コンタクト、コンタクト、別名コードネームはメガネ破壊と書いてアングラスです。そういうことか。これはグリーンのライバルです。何、グリーンのポジションを狙うやつで、まあ、目が悪いんですけどグリーンと同じく、はい、コンタクト派です。なるほど。グリーンはメガネ派ですか、ね、メガネ派ですから、コンタクト派 でメガネを壊したい理由なんですけど、曇るから。自分がかけなきゃいいだけです。曇るから壊したい、全部壊す。で、まあ、そのメガネ嫌いが発展してそのガラスも割っちゃう。過激すぎるでしょ。そういうこと。よくガラス割りキャラ。まあ、キャラははっきりしてますけど、でもグリーンは特に別にコンタクト否定してないですからね。え、グリーンもコンタクトの時あるの。私はずっとコンタクトしてこれ、これあの。あ、じゃあその、ですか。あ、じゃあ追加、その感じも嫌い。コンタクトなのにメガネかけてる感じも嫌いだから。なるほど。だからその、お前もコンタクトだったらメガネかけるなよ。どうぞどうぞ。まあまあ、いつきは純メガネだと思います。そうそうそう、みたいな感じで、だからそのメガネを破壊しようとする。なるほど。キャラです。かなり野蛮なキャラクターということですか。でもその、すっごいいいやつです。いいやつ要素があるんですけど、めちゃくちゃいいやつなんだけど、本当メガネだけ嫌い。 なんだっていう。なるほど。他 そのグリーン以外というか、タクトはそのイツキ以外とは仲良くできます。メガネだけが許せない。なるほど。そうです。できました。いいですか。はい。まあ、我々色を背負ってるね、はい、新たな色ということで、
グレーです、はい、かっこいい。なんかこれこの仮面をつけた、おお、なんかグレーマンみたいな。グレーというのはグレーマン、あ、言っちゃった。グレーというあの、まあ、グレイというあの宇宙人のね流行ったやつがいますけども、それにかけて宇宙人キャラで灰色の髪をしてるんですね、はい、はいはい、そして、これピンクのライバルキャラといいますか、はいはい、まあ、ピンクがよくなんか意味不明なこと言いますが、もうグレーもそんな感じです。宇宙におわせをします、ずっと宇宙におわせ、ちょっとかぶってますね、我々の星ではみたいな。いや、かぶってませんか。確かにそうだとか言う。いや、めっちゃもうピンクじゃん。ピンクだな、正体不明です。それ多分ピンクだな。ただピンクと違うのは、この仮面を奪われるとものすごいおどおどします。なるほど、あ、かわいい。このギャップどうですか、制作人の皆さん。これは欠かせないね、かわいい要素。ちょっとやっぱりあのおどおどキャラというのがまだ5人いない、うんうん、ものすごいかわいい美少年です、これ。グレー、え、トルト、トルト、ちょっと私の画力ではそこを描けませんでしたが、うんうん、ええ、ものすごい美少年、いじめないでとか言います。え、なんか我々はとか言って、我々はお前も宇宙の、はっ、いじめないでめちゃくちゃだよ。めちゃくちゃじゃないです。ぜひ、ね、とても可愛い声をした声優の方なので、お声を当てていただきたいなと。なるほどね、そうですね。で、僕もできました。あ、おブル、すいません、見にくいと思います。ゴーラスゴールド、ゴーラコンゴ、自称狩猟の息子、それが本当かどうかは定かでございません。ほうほうほう。僕は人の上に立つことが生まれた瞬間から決まっているが口癖。え、キラキラの金色のアクセサリーが大好きで、基本人を見下している。でも同時、ゴーラス5の活躍が面白くない。でも邪魔しようとしたり、あの活躍しようとすると大体失敗するっていう、うんうんうん、まあコメディキャラですね。面白いね。なるほど。てかその、え、ゴーラタイムのゴーラコンゴですか。プロレスラーみたい なあの本当は ラのなんか漢字やりたかったんですけど、ラの漢字が思い浮かばなくて、ゴーラコンゴ、あ、うん、これは本名というか、そうですね、ゴーラスゴールド、ゴーラコンゴで自称を狩猟の息子、うん、その設定すごく面白い。でもゴールドとシルバーでなんかちょうどいい、うん、コンビ感はあってるね。あ、グレーですか。あ、グレーさっきのね。そうやっぱね、逆に活躍界がもう立ちやすいかなと思って。ずれた俺様です、うん、ま、できたぞ、第2のキャラクターだ。これまたグリーンのライバルなんだけど、こう岡ルート、ゴーラスパープル、紫ですね、これはもう常に水晶を持っていて、全ての行動を占いで決めるという。で、占いを否定する人間はもうダメ人間だという、うん、そういう主張の持ち主ですね、うん、なるほど。もうゴーラス5の次の作戦も、そしてどこに潜入するかとかも全て占いで決めます、うん、でいつもグリーンと対立してると。やっぱりグリーンと対立する。やっぱりグリーンのライバルなんで。まあそうですね、まあ、さっきゴールドっていうのが出てきたので、うん、やっぱそれに準ずるキャラクターで、うん、シルバーですね。あれ、ゴーラスシルバー、銀さん、シルバーですこれ。銀さんだからあの、おいおい、グリーンそっち行っちゃったら大変だよ。これやってることピンクとかホワイトと一緒だよ。銀という名前で、最終的に競馬やってそうだな。あのギャンブルが強いんですねこれ、うん、イエローもそのそういうの好きじゃないですか。好きだよ、はい、だからイエローの前に立ちはだかってまだまだイエローのライバルキャラ。そうですそうです、まだまだ青にさ勝負の神髄はここから先。いやいや使えないよ別で鳴らして。でもあれじゃん、やっぱそのオカルートとのさ、はい、コンボ最強じゃない。オカルート、オカルートがそのギャンブルの目とかを占って、あ、それをベットするっていう。なるほど、最強コンボ。いいかもしれない。じゃあこいつもちょ、こいつを金にした方がいいか。はい、僕もできました。あ、
いやでもね、キャラの名前ってなんかそういう子いそうだよなっていう恐怖もあるんですけど、あかり、とうや、ゴーラスオレンジ、めっちゃいい名前じゃん。能力的には幹部級が、本人の出世欲が全くないので順止まり、本人は全く気にしてない、一人言えば周りの空気があったかくなることから、通称歩く日の光と書いて陽光、裏で幹部たちのサポートをしている裏回しの人、怒っているのを見たことがない。めっちゃいいやつじゃん。ちゃんとしてる。なんで企画会議に挙げられそうな。すごいちゃんとしてる。一人ぐらいやっとかないとさ。もう採用だよ。採用です。これになりますよ。これでこいつこいつ人気です。なんかそのなんだろう、出世欲がないからあえて幹部になってないみたいな感じも人気出る。やっぱり個人的な肝としては怒ってるのところを見たことがないっていうことじゃ、怒ったらどうなんのよっていうエピソードが見たい。なるほどなるほど。そういうキャラってもう連載漫画とかでもさ、いつこいつは本気を出すんだとか、確かに多分楽しみになるやつ。案件やったら幹部食いますよ。そうだよね。まずいですね。僕の中学生の頃のマインドが今この企画で蘇ってきている。すごい素晴らしい。中学時代のマインドが蘇っている。なんかちょっと細めなのかな。あ、それいいですね。細めやっぱ海岸するね。そう、海岸要素あるし、そう、人気出る。そう、あ、なんか技とか3つぐらい持っててさ、うん、まあでもね、いい案出たんじゃないですか。いい案出た、ね、我々も、うん、僕はやっぱグリーンのライバル推しというコン、あ、でもコンタクトめっちゃ好きなんですよね、これ。あ、別名アングラスね。アングラス、これは暗示ですよ。いずれゴーラス5が我々幹部候補に食われる日が来るでしょう。やばい、オカルートだ。オカルートが、あれは暗示なのです。未来の暗示です。怖いな。なるほど、そういうことか、うん、今は全てかけるだけ。銀さん、これにて終了。いいですか、まあ、どっちかというとグレー寄りで、ね、僕はどちらでも。ということでね、我々が使えるキャラクターをいろいろ考えましたので、どれが採用されるかはお楽しみ。それでは来週もさあ、ゴーラス、ミショコマ。組織からの新戦力、一体どんな人たちがやってくるのでしょうか。心強いな。新戦力が加われば世界征服も一層近づくはずだ。でもさ、新戦力のメンツが俺たちと仲良くしてくれるとは限らないよ。というと？俺たちに対抗心バチバチでいきなり戦いを仕掛けてくるって可能性もあるでしょ。そんな、そんなことになったら俺はどうすれば。木島さん、青とからかって遊ぶのはやめてください。ごめんごめん、一応いろんな心構えをしといた方がいいかと思ってさ。木島さんは狩猟から何か聞いていないんですか。うん、今のところは何も。続報を楽しみにって感じかな。それじゃ来週もさあ、ゴーラス。